ちなみに僕が吹き替えで見ました。はい、はい、僕があの字幕で見てます、はい、っていうのを加味した上でちょっと見てもらえたらありがたいです、はい、一番気に入ってるキャラはトリトン王なんですけど、はいはいはい、僕が吹き替えで見たわけで、うん、大塚明夫さん、だったんですよ。あの見た目プラス大塚明夫だからマジトリトンなんだよザ王みたいな感じ、はいはいはい、海の王みたいな感じで、プラスアルファで吹き替えの良さを伝えると、うん、セバスチャンが木村昴なんだよね、たあの、うん、で木村昴もジャイアン感は抜けてて、うん、アンダーザシー歌ってたし、でアリエルの歌もまあ本家もいいんだけど吹き替え版の歌も聴いてほしいぐらい良かった、うん、可愛い声で歌ってました。個人的にね、吹き替えと字幕で一番違うのってアースラの声だと思うんだよ、うん、吹き替え版の方でもあの人すごい悪役っぽいんだけれども、うん、字幕の方マジやばいから、あのこんなん迫力が、そうこんなん勝てるわけないだろうみたいな迫力の声を出すのよ、うん、歌もすごいし力強い声で、ぜひアースラを見に行ってほしい。ぜひ一回見た方がいいとは思うんだ俺は、うん、あのぜひとも字幕で見てほしい俺は。実際の女優さんのアリエの女優さんの声に俺はちょっとね惚れ気味なのよ。めちゃくちゃ綺麗だったから透き通って、あ、まあ、ブレスも長いし、そこのプラスがあったの、そこが字幕と吹き替えの違いかもね、うん、熱量の差はそこに生まれてるのかもしれないっていうのは確かにね。ミュージカル映画は実際字幕の方がいいかもね、うん、本人たちの歌で歌った方が馴染むとは思うし、ね、うん、それはあるな。